そうだわ、これ何、あこれカブ違うよ、あの玉ねぎ、玉ねぎ、あもうありがとう、これでいいよ、ちょっと食べてみ、うん、美味しいから、おつまみにちょうどいい、警察署、熱海のね、消防署員の人とかの訓練見てるとスパイダーマンみたいだよ、すごい、すごいことやってる、今日も24時間の警察、びっくりする、びっくりする、日テレ番組で静岡のあれが2位になったよ、あそう、全国だよ、静岡の白バイの運転手、隊員さん、すごいいい男よ、まるで顔が男前でさ、だからママ静岡って暴走族いないんだよ、ヤンキーと、ああそうなのか、あれは逃げ切れない、今日有志近くにいたからって消防車乗っけてくれたみたいなの、やっぱりね、ああやってやったらね、もともと憧れてるところ持ってきて、そう、それはだけどね、いやね、相当ね厳しい訓練してると思うよ、いや本当この場を借りて熱海の、いやもう本当ありがたい、静岡の、いや本当一生懸命頑張っていただいて、いや今度ね、あの私大臣さんどうもありがとうございます、本当にただ問題これでまたプラレールが増えるな、神が欲しいな、いやプラレールじゃないよ、もうトミカだよ、トミカ、爆睡だよ、え爆睡、もう興奮しすぎた、あの憧れの車に乗れたから、やっぱり子供たちはほらアイドルとかなんだとかよりも前にそういう人たちに憧れるから、うわこの玉ねぎ美味しいね、最近腕上げたね、いやもともと上がってんだよ、パパが認めなかっただけで、ところでさ、そういうことになくなるから、待って、お前の何が、電気つけなくていいよ、うん、まじうまいな、この味を覚えるの遅すぎたんじゃね、うん、募集されるよ、ごめん、うん、今ちょっと言い過ぎたなと思った、うん、ごめん、じゃあね、いや今回2、3日だけど帰ってきてよかった、明日帰ろう、それあの新玉だからネギと一緒に食べて、新玉ネギと熱海の、そうそう地物で、熱海来てたからパパトマト食い出したもんね、よくうまい、これママが注文したんだけど買えなかった、これ買ったの、買ったの、ある、そうあるの家に、あるよ、だからそれが新しいやつ、何言ってんの、もう一杯飲み切ったの、ああ、あ前にこれもらったやつじゃないじゃん、もう飲み切った、飲み切ってよ、ずいぶん前に、うまいな、うん、うん、もうでもないでしょ、まだもう一本あるよ、あ、本当に、うん、ああじゃあこれ2本買ったんだもん、でもそれね、売り切れが結構続いてんの、何これ高かった、いやそんなことないよ、3000いくらかじゃない、 あこれがかい、うん、あこれうまい、あまり言うとな、でも今度帰ってきたらこの緑丸行こうね、食べよう、いいじゃん。
起きてないから、まあ、寝かしてるよ。そうだよな、ユーシーは大きくなって消防士になりたいんだから、いっぱい寝ないと。あ、いいじゃん。そう、大きくなって消防士になりたいんだから、いっぱい寝ないと。まあ、そうよ。だから、ああやって消防車に乗せてもらっても、子供ってそんなもんだもん、ね、そんなもんだよ、子供っていうのは。どっかのおじちゃん、お兄ちゃんが、おお、乗ってみろって言ったら、もう、憧れて、俺もなるとそうなの。本当にさっき、本当感謝したよ。いや、だけどね、熱海の消防車と思われた。そうそうそう。それで、あの、その訓練の様子がすごいよね。スパイダーマンみたいだよ。パパパパパって。あの、サルトビサスケみたいな。そう、それで、ユーシンと見たとき、ユーシンが、え？もう、ありえない。もう、そうそうそう、寝られなかったんじゃない？そう。それで、それから、ほら、数ヶ月して、今日乗せてもらったでしょ。だから、すごい、もう憧れがすごすぎる。今度、あの、家計門で、もし消防車の人がいたら、声かけてもらって、ビール1本ぐらいおごろうか。まあ、10本おごってもいいけれど、行かないよ。行かないじゃん、取れないじゃん。そう、家計門ね。今回も家計門。そう、すごい人気だからね、うん、あの焼き鳥屋さん、美味しいしね。いや、熱海、うまい、食べるもの。ああ、東京じゃこうやって、いくら、まあ、できなくはないけど、うまいね。なんの、これだけ何時間でも買ってきて、今日買ったらあると。ああ、お刺身ね。うん、ネギトロもしっかりしてるね。そう、それ本物だから美味しいと思うよ。いくら冷蔵庫入れてる、うまい。大きくなったな。いいし。その分、みんな年取ったんだな。まあ、それそうだよ。別に年取ることが嫌じゃないでしょ、パパ。嫌なの？体力が落ちるのが、しんどくなってくるのが、うん、うわぁ、あとどれぐらいだろうと思うのが、いっぱい孫を見たいじゃん。あ、まあね、うん、でもね、一般の72歳よりは元気よ。そう思ってたら、とんでもないことになるよ。お酒がちょこっと入り出したから、こう、血流がこうあって、うん、ほんと昼間とかもう大変だ。だから信用しないんだよ、あのバカのスタッフ。何でもやってもらえると思ってるんだよ。でもこの間ほら、サンシャインのヨギボーを、ユーシンが通った時に、あ、じいじいだ。もうユーシンは他の人がヨギボー乗ってると、なんでってやるから。ユーシンが、うん、なんで好きだから。いや、パパのこと。ヨギボー。ヨギボーが好きなの、おじいちゃんが好きなのじゃないんだ。じいじい、触んないで、じゃないんだ。ヨギボーが好き。すごいよ、お前。ああ、こうやってみーちゃんとママと飲み始めたら、パパ止まんないんだから。いつも勝手に一人で止まんなくなって、一人で飲んでる時でも。いやいや、パパ嬉しいよ。よろしくお願いします、倉吉さん。もうそれ一杯でやめた方がいい。いや、だって一杯分しかない。だから、それで一杯でやめた方がいい。今度帰ってきたら当たりじゃん、出しちゃって。あ、出しとく。これマジだ、うん、本当にすごい。樽の匂いがもう、たまんない。あと、2日、3日ぐらい入れたらな、体調少しは戻して帰れるんだけど。反対にね、明日はもう夜遅く帰る。あ、そうね、そのほうがいいよ。今、熱海も人が多いから。そう、明日はほら平日だから、昼間ユーシンと一緒にどっか行って。ああ、そうだな。そう、海行ってどっかでご飯食べて。天気、明日どう？明日いいんじゃない？ああ、そう。今日はユーシンの海用の靴も買ったし。海用の靴ってスニーカー？いやいや、スニーカーじゃダメなの、うん、サーファーとかが履くような靴を。やっぱりね、今の時期はまだいいんだけど、真夏になったら砂が熱くなっちゃって。あ、確かに飛んで跳ねるじゃん、消えて。そう、もう熱いで、うん、かわいそう、やけどしちゃう。そう、ユーシーなんか去年泣いたから。うん、部屋連れてってうるさいだろうと思って。いや、もう起きちゃうよ。
まだ爆睡してるよでも。いやでもね、絶対起きてくる。オババーズ。めめ、おばばママなの？ユーシンはね、ママのこと千と千尋に出てくる。湯婆婆。湯婆婆と思って。そうかもしれない。わあ、最近これは別に全然おしゃれでもなんでもないけど、素材に対するこの味付けのソースっていうのタレとか上がってるね。よかったね。もともと上がってんだよ。昨日車の中で言ったじゃん、リュウジでしょ。リュウジ、あ、男性のね。あ、確かにね、リュウジのね。でもね、ちょっと聞いて、レシピはすごい。高玉ねぎはそれはリュウジじゃないけどね。リュウジじゃないんだって、ババちゃんオリジナルだって。うまい。だからでもそこから工夫してもなんかちょっと、そうそうそう、だからね、ちょっとこれ焦げっぽいような。いやいや、わざとそうしてるもんだから。分かってるよ、分かってるから本当に。ひでえな、ひでえこと言われる。本当美味しい。一工夫なんだよね。そう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 、リュウジのバズレシピとかあれはね、もう本当に確かにすごい。あのコツも言ってくれるし。うわ、味のりみたいな、すごいいいのがある。あ、あんだ、最初か。これちょっとネギトロを巻きたいんだよ、これ。トロッとしてる。いやいやいや、ネギトロは巻けないよ。いや、巻くんだよ、パパ。いや、細いやつでいいんだよ。細いやつあんだよ、これ。これ。この間、パパがサンリオとコラボした時の、これ。海苔だったの。海苔だよ。すごい美味しいんだよ、普通の海苔以上に。あ、これでいいんだ。これをちょっと巻いて、あ、こちらでこの辺に置いてってくれ。ほらほら、やってみて。サンリオと山本山、どこだか。あ、ちょっと幅が、山本海苔店が。これはちょっと今いいから、ちょっとやってみなさい、食べてみなさい。それもユーシンもうガブついてるから。あ、味ついてるね。うん、美味しいの、すっごく。もう口の周り中海苔だらけになるほど食べてる。ちょっとしっかりこれ、それで巻いてみな、美味しいから。これじゃ負けないでしょ。いや、負けるから。そんなにいっぺんに入れることないから、ちょっとずつやってごらん。いや、例えそうだとしてこれには負けないでしょ。まあ、じゃあちょっとやってみて。で、これはこれで食べる。じゃあ、やるから巻いてあげるから。タレついてる。いや、巻いてあげるからちょっとやってみなさい。この本マグロの、うまいな、うん、これ、あの中落ちっぽい、ね、そうそうそう、うまい。ほら、こうやって食べてごらんなさい。ほら、ほら、こうやって、こうやってるじゃん。いいから食べてみなさい、ほら。こぼれた。美味しくないの？あ、美味しい。あ、美味しいな。うん。そう、だからやってみなさい、なんか。うん。あ、ネギトロ、あ、なんでもかんでもね、一口が多ければいいってもんじゃないの。いや、一口をいっぱい食わないと、みんなに壊れてしまう。でも食べないから、取らないから食べます。今度いつ花火？次いつだろうね。タイミング合ってないんだろうな。花火大会の時は、私もこの間知らないで帰ってきたけど、うん、もう帰ってこれなかった。まあ、そうだよな。最近、熱海すごいよな。熱海が少し回復したのは芸人さんのルンさんのおかげだよ。伊尾くんとヤスさんのおかげ、うん、本当にいい人、いい人たちだよ。もう俺大好きだ、あの二人。熱海、うん、のいい民宿のね、若い人たちの民宿でもヤス十分料理はうまい。この間たまたまこっちで
テレビ見たけど、まあ、だからさ、熱海のあの商店街は竹下通りみたいだよ、うん、若い人たちばっかりで日本全国は伊予くんとヤスさんが呼んできたんだよ。面白い考え方だよな。ユーシン好きだ、この味のり。ああ、そうだ、ユーシンものり好きだし、好きなんじゃない、うん、こののり。パパだって好きだ。いいつまみになる。おいしい。いやあ、熱海のトマトはうまいし。うん、うめえ。まあ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 、うまい。